はいどうも、今回紹介するのは富士見だ。富士見の86トレノです。青島って言っちゃったのは、最近ね、青島の86レビントレノをね、むっちゃ組んでたんですよ。ちょっといろいろありまして。なんで、ちょっと久々にね、まあこれ、富士見のやつですね。ちょっと久々に行ってみようかなと思ったので、レビントレノの、2ドア、3ドア全部組んでみようかなと思って今ちょっと取り寄せました。これはね、前に紹介させてもらった匠、インシャルディンの藤原匠のトレノですね。あれとか、あと峠シリーズのやつとか、と基本的にはもうほとんど一緒です。何が違うかっていうとデカールが違うぐらいです。なので、改めてね、紹介する必要もないかなと思うんですけど、やっぱりね、バリエーション展開とかでね、ここがどうなってるのかなとかって聞かれる方がちょこちょこコメントの方でいらっしゃるので、ついでに紹介させてもらうことにしました。なので、一緒です。中身は、はっきり言って。富士見の86トレノ、そのまんまです。今まで紹介させてもらったやつと違うのは、デカールだけです。なので、なんだろう。どれを組んでみようかなっていう方もやっぱりいらっしゃると思うんですけど、峠シリーズのやつが定価が1400円。で、イニシャル D のやつの、コミックス初期のやつが定価1800円。で、カーボンボンネット仕様とかなんかいろいろありますけど、あの辺がね、確かね、2200円とかそんな感じだったかな。で、これが、定価1300円なんですよ。なので、別に藤原豆腐店にこだわりがないという方であれば、峠シリーズのデカールも魅力的ではあるんですけど、珍しいんですよ。基本的にね、峠シリーズで売られてるやつは、インチアップディスクよりも安い金額になってるんですよ。例えば86のレビンなんかだと、確かね、定価がね、インチアップディスクが1800円だったかな、1600円だったかな。で、峠シリーズが1400円なんですよね。なので、インチアップディスクの方が安いというパターンは珍しいです。なので、例えばこう、どうなのかなって言って作り比べてみたいとかっていう方は、違いとしてはもうデカールだけなので、まあ少しでも安く組みたいよ。別に峠シリーズのデカールいらないよっていう方だったら、こっちの方をお勧めさせてもらいます。なので、初めてトレノ組みたいなっていう方で、86トレノ組みたいなっていう方で、3ドアでっていうんだったら、とりあえず試しに組んでみるんだったら、これがお勧めさせてもらおうかなっていう感じですね。なので、正直言います。話すことないです。よくね、例えばこの絵の、これはどうなんですかとかっていうコメントもらうんですよね。例えば今回のこれみたいに、イニシャル D シリーズのやつをアップすると、例えばこう、峠シリーズのはどうなんですかみたいな感じでですね。基本的にね、動画の中で話させてもらえるやつに関しては話させてもらってますけど、一緒です。なので、その辺は、まあ、見ててね、あ、これどうなのかなと思った方は聞いていただくのは構わないんですけど、それの返信を持ってこの動画を返信として返させていただきます。というわけで、86トレノの前期型の紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。すいません。さっきね、これ撮ったんですけど、で、早速制作始めたんですよ。で、さ吹いてて、あれって思ったので、すいません、訂正させていただきます。さっきね、動画の途中で、峠シリーズとインチアップディスク変わらないって話したんですけど、ごめんなさい、よくよく考えたらね、峠シリーズのやつ後期型なんですよね。まあ、後期型じゃないところがいっぱいありますけど、一応ね、フロントバンパーは後期型です。で、こっちのね、インチアップディスクの、やつは前期型でしたので訂正させていただきます。久しぶりにこうやってさ吹いて組んでみるとって感じです。失礼いたしました。